ゴールドマンゴールスクールのレッスン動画です。今日はですね、肩と腰の捻転差でタメを作る2です。はい、今このバックスイングトップの形作ってますね。腰から、はい、そうです。両膝この時送ってください。最初はゆっくりです。もう一回胸の前へ右に向けて、そう、もう一回、綺麗ですね。はい、じゃあ早くやってみてください。腰だけ、胸残した、1、2、はい、綺麗、はい、3、4、はい、この時に両膝のラインが揃ってるということ、これが大事です。でね、膝の後ろが伸びないようにしてください。これがとっても大切です。はい、もう一回やってみてください。はい、もう極端に言うと胸を右に置いた形でこの形を作る。はい、もう一回、1、あ、膝揃ってますね。はい、素晴らしいですね。軸の回転通りに、はい、腰から、はい、胸は右、そう、これが腰のキレですよ。胸がこっち向いてて腰を切ってるでしょ、ほら。両膝が引き方向に押し込まれて左膝は全然伸びてない。もう一回、ね、前傾軸も保たれてるし、ほら、素晴らしいですね、肩と腰のキレ、ね。はい、じゃあそのままフィニッシュいっていきましょう。はい、ビューティフル。はい、皆さんもこの肩と腰の捻転差ね、をイメージして練習してみてください。